はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、この動画ではですね、頭痛また眼精疲労ですね、眼精疲労をですね1分で解消するですね、簡単なセルフケアの方法をですねお伝えできればと思います。はい、本当に簡単な方法ですので、ぜひですね試していただければと思うんですけども、まずですね、頭痛眼精疲労っていうのはじゃあなぜ起こるのかっていうことなんですけども、多くの場合ですね筋肉のですね緊張なんですね。筋肉の緊張です。筋肉の緊張から起こるんですね。要は目を使う筋肉、目をですねグッと使う筋肉だったりとか、目の使う筋肉というのはこう顔から頭の方についている筋肉とつながっていますので、要は頭だったり、目の周りの筋肉が緊張することによって頭痛とか眼精疲労っていうことが起こるんですね。なのでその緊張を効果的に取ってあげればですね、結構短い時間でも解消することができるんですね。でそこでですね、すごく簡単な方法なので試していただきたいんですけども、ただただですね耳を引っ張るだけなんですね。耳を引っ張るだけなんですよ。でも耳を引っ張るって言っても引っ張り方がありますし、呼吸と組み合わせていくとですねすごく効果的にですね顔だったり頭の筋肉を緩めることができるんです。はい、でそこで一つですね、やっぱりその前に説明する必要があるんですけども、耳っていうのはですね何かというと、頭の骨のですね側頭骨っていうですね側頭骨、側頭部にある骨とつながっているんですね。側頭部で、側頭部の側頭骨っていうですね骨の間に、長頸骨っていうですね蝶々型した骨があるんですね。中にある骨です。この前面じゃなくて中、耳と耳の間に長頸骨っていう骨があるんですね。でその骨がですねうまく動かないとですね、歪んでくるんですけども、その歪みによってこう筋肉の緊張っていうのは実は起こってくるんですね。難しい話はそのくらいにして、ただ耳を引っ張るんですけども、耳の引っ張り方があります。耳を引っ張るっていうよりもこの側頭骨を引っ張ってあげるっていうような意識を持ってあげるんです。で引っ張り方としてはですねコツがあってですね、この耳あるじゃないですか、耳のこのこれなんて名前は私知らないんですけど、これ耳タブがあって、ここありますよね、この、はい、ここの真横のこの耳をですねできるだけしっかり掴んでいただきます。こんな感じ で反対も掴んでいただいて、これを真横に引っ張るんですけども、引っ張りながらも気持ちいいこんな感じ、少し巻いてあげるんですね。巻いてあげながら引っ張るとこう奥の方が引っ張っていく、なんか鼓膜が抜けそうな感覚があるかと思います。この奥の方が引っ張られている感覚をですね感じながらぐーっと引っ張っていただいて、引っ張りながらですねもう一つ呼吸を入れていくんですね。呼吸を入れるっていうことは深呼吸をしていきます。で腹式呼吸、胸式呼吸はあまり気になさらなくて大丈夫です。できるだけもう深い呼吸っていうことを意識してください。はい、できれば腹式呼吸の方がいいですけども、胸式呼吸でも構わないです。で吸うことによってですねこう肋骨が膨らみますよね。肋骨が膨らむとですね、腹式呼吸を特にすることによって横隔膜っていうのがこう上下するんですね。で横隔膜がですねこう膨らむ、深呼吸すると横隔膜がぐーっと下に下がっていきますから、そうすると長頸骨とですね長頸骨とこので横隔膜ですね、横隔膜っていうのは筋肉のつながりがあるんですね。こういう感じで首の方からつながっているので、吸うことによって引っ張りながら吸うことによってなんかこうさらに引っ張られる、中が引っ張られる感覚があると思うんですね。はい、それを掴んでいただいたら、そのままだいたい1分くらいですね引っ張って内巻きに巻きながら深呼吸です。吐くときに息を吐くように、息吐くときにお腹をへこむようにすると腹式呼吸になりやすいです。でだん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 引っ張ってる感覚がですね薄まってくるんですね。1分間くらいするとそうするとですね
すごくこの辺がこうすっきりしたような感覚があると思うんですね。で、首の動きとかもされる前に比べていただくと分かるんですけども、首の動きとかもすごくですねしやすくなったりします。こう頭からですね首周りにかけての緊張が落ちるんですね。はい。なのでやり方としてまとめると、耳をここ掴んでいただいて、内巻きというか少し前巻きっていうんですかね、巻きながら少し引っ張り、ぐーっと引っ張りながら深呼吸をする。で、深呼吸、胸式呼吸でも構わないんですけども、できれば腹式呼吸の方がいいです。で、息を吐くときにお腹をへこませる。そうすると吸うときにお腹が膨らむので、なのでですね、そんな感じで1分間呼吸していただくと、目をつぶりながらしていただいた方がいいです。そうすると目の周りとか、こう頭の周りがすごくすっきりしてですね、こうクリアになりますし、首の動きとかもすごくしやすくなるんですね。はい。それは側頭骨と長頸骨のですね、こうグッという緊張を取ってあげることによって、筋肉とか目の周りの緊張が落ちていくんですね。なのでやっぱりデスクワークの方とかですね、少しこうやっぱりストレスを抱えられている方とかって、目をつぶりながら1分間でいいですから、こんな感じでやっていただくとですね、結構ですね、その場ですっきりしたりします。はい。っていったところでですね、今日は頭痛だったり眼精疲労のですね、1分間でできる解消法っていうところをお伝えさせていただいたので、ぜひですね、参考にしていただければと思います。もしですね、ご質問等あれば、下にですね、ホームページのリンク貼っておきますので、ご質問いただければと思います。はい。ではですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただき、ありがとうございました。